事故者と同タイプのバス事故、現場トンモン航路2階建てバス転落事故は2003年7月10日に香港深海湾区のタムロ航路の渚急、橋き団で発生したバスの転落事故。この事故は死者21人、負傷者20人の第惨事となった。香港の陸上交通事故市場における最悪の事故となった。2003年7月10日、 香港霊洋村から午前6時15分始発の、九流バス 265MK 当店、常ソ村行き、乗客40人乗っていた2階建て路線バスが、午前6時30分頃、トン航路なぎさを通過直前、右側から、強引な車線変更で割り込んできた番を回避する。ために割り込んできたトレーラーの台車と衝突し、ガードレールを突破。一旦は止まったが90秒後、 高さ35メートルの高架橋から転落した。この事故によりバスは大破し、運転手と乗客20人が死亡、20人が負傷。現地の村人はまるで航空事故のようだと表現している。トレーラーの運転手が危険運転致死罪で逮捕された。犠牲となった乗客の多くは、天水学院の小中学校へ通勤中の教職員であった。警察、消防が 現場に急行後、救急隊員、約200人が救助活動を行い、崖の下に転落したバスをクレーンで引き上げた。香港政府の発表によると、バスの乗員、乗客のうち運転手を含む19人が落下現場で死亡、その後、病院に送られた2人が死亡した。その他、男性10人、女性10人の計20人が重軽傷を負い、そのうち3人が重体となった。 当時の香港特別行政区行政長官、当県家が現地、病院視察した。死亡したバスの運転士は1997年に入社した経験豊富なドライバーで、事故前日も休暇をとっており、体調に問題はなかった。バスは運行を開始して2年8ヶ月の車で、毎月の定期検査の結果も良好だったという。 事故当時バスは三車線道路の左車線をトラックはバス後ろで中央車線を走行していた。2台がなぎさ急走って前まで走行した時、右車線を走行していた普通乗用車が急にトラックの前に割り込むように車線変更した。トラックはこの普通乗用車を避けるために減速をせずにハンドルを左へ切り、バス右側面に衝突した。 2005年7月29日、香港の地方裁判所で判決公判が開かれ、トラック運転手に懲役5ヶ月。事故現場のガードレールは背が低く、この事故では衝突事故によるバスの転落を防ぐことができなかったため、事故後に全ての防護策を変えた。ありがとうございます。